プリンスメタル共振症間連縮性共振症は、冠動脈の強作を伴わず、冠動脈の連縮のために引き起こされる共振症である。プリンスメタル共振症、異形共振症、異形共振使用、A、バリアントホームオブアンギナ、アンギナインベルサとも呼ばれる。動作性共振症とは異なり、安静時に共振発作が出現する。 また運動負荷で強振欲しさを誘発できない。マイロンプリンスメタルと和田隆史によりアンギナインベルサという古典的強振症のすべての面で反対である心疾患概念として提示された。後にサミュエル・レビンにより老作性強振症にも冠連縮性強振症にもニトログリセリンが効果を示すことからバリアントアンギナと命名された。東、 アジア人に見られるオールドに遺伝子変異型は、高アルデヒド血症、アルコールフラッシング症候群を引き起こし、この変異は、冠無理連縮性強心症に関連している、可能性があることが報告されている。典型的な冠無理連縮性強心症は、アショウ酸薬やカルシウム喫抗薬によく反応する。高コレステロール血症治療薬である、HMGCOA 還元酵素阻害薬は、 一酸化窒素を介して、関連縮性狭心症患者での心血管イベントを減少させる。冠無理縮性狭心症では酸化ストレスが更新し、ビタミン E の濃度が低下していることが報告されている。またビタミン E の投与により、狭心発作回数が減少したとの報告もある。血管内皮の障害があると、アセチルコリンによる血管拡張作用が見られない。 ビタミン C には血管内皮の改善作用があり、冠無理練縮を軽減することが知られている。症例として、気管支全息を合併した、難治性の冠無理練縮性狭心症で、ステロイドが冠無理練縮性狭心症にも有効であったとの報告がある。抗酸球増多と冠無理動脈練縮の関連が示唆されている。プロプラノロールのようなベータブロッカーは、 老作性共心症や心不全で有用であるが、冠無理性共心症では近畿である。ありがとうございます。